さあ、ちょっと今日今、急遽動画を撮っているんですけども、お客様からの問い合わせでですね、エスプレッソマシンの要は温度、落ちてくる温度を測ると、まあ70度とか80度ぐらいしかないです。まあこれは大丈夫でしょうかっていうようなコメント、まあお問い合わせがあったんですけども、これですね、まあ意外と初心者の方であったりとか、あとはまあ、プロのバリスタの方でもあんまりこう普段、ちゃんとこう温度とか測らないっていうこともあると思うので、まあそういう時に、いざ温度測ってみると、なんで70度、80度ぐらいし温度出てないのっていうようなこと、まあ意外と気づかれる方も多いんじゃないかと思うんですけども、ちょっとそれに関して今日は解説をしていこうと思います。皆さんこんにちは。第一電化社の専属バリスタ上松です。さあ今日冒頭でもお伝えした通りなんですが、エスプレッソの設定の温度と抽出で出てくる温度、まあ、そこが実際ちょっと違いますよっていうことをお伝えしていこうと思います。で、まあそもそもですが、これはまあシンプルなシングルボイラーのマシンですが、基本的にこのボイラーの中ですね、ここでこうお湯が湯煎されている状態から、このまあ管を通って、この抽出口ですね、まあ、ここを通って、こう、水が、お湯ですね、がこう、抽出されて落ちてくるわけなんですけども、必ずここで温度、落ちます。で、特にですね、あと PID がついているマシン、シングルボイラーでも PID がついているマシンあると思うんですけども、基本的にシングルボイラーで PID がついているマシンの場合は、このボイラーの中の、この、ここの温度自体をこう、上げ下げするっていう形になります。で、まずこれ、結論ですが、基本的に、どんなマシンでもなかなか90度以上のお湯を出し続けることってほぼないです。私もあんまり見たことがないです。逆にそういうマシンが、設定ができるマシンがあれば一回それでエスプレッソを抽出してみたいなって思うぐらいの部分はあるんですけども、まあ、基本的に必ず、抽出温度、あとはそのマルチボイラーとかのマシンで、要はまあこの辺りにもボイラーが入ってて、でそこで温度の調整ができますっていうマシンでも必ずここで調整した温度のその数値が、まあ、ここでこうね、温度計を測った時ですね。必ずこれ絶対温度変わります。そのままの温度では出てこないですね。なのでまあ例えばバリスタチャンピオンシップとかって93度のまあプラスマイナスみたいなそういう感じで、ルールブックとか書かれてたりするんですけど、基本的に93度でマシンは設定されてますけど、ここでこうね出てくるときにこれあと温度計、どういう温度計でどういう測り方をするかによっても変わってくると思うんですけど、まあ、ここで普通に温度計をピッて当てて測る分には絶対温度落ちます。ちょっとじゃあ、それ、まあ、今回ですね、お問い合わせいただいたのは、ロケット社のアパルタメントをご購入いただいたお客様からだったので、ちょっと実際にここから、まあ、アパルタメントで測りながら、まだ、あと他のマシンもですね、実際に測りながら、見ていきたいと思います。はい、じゃあ、まず、ロケット社の今、アパルタメントから測っていってます。まあ、だいたい今、マックス 82.5。今一瞬90出ますかね。ちょっと場所によっては90いきますね、瞬間的に。はい。じゃあちょっと次、別のマシンも見てみましょうかね。これ次、ロケット社のアパルタメントの、まあ、上位機種、クロノメトローですね。これは、まあ、要はここに PID が入ってますので、まあ、ここで温度を、まあ、自由に上げ下げすることはできます。はい、じゃあちょっと、これも見ていきます。はい。まあ、これも瞬間的に90は行きましたけど、はい。まあ、大体82ぐらいですかね。はい。はい、これ丸底です。大体 82.83 ぐらいかな。82から83ぐらいですね。次、最新の、まあ、イーグルワン。これ、イーグルワンはダブルボイラーですね。で、かつこのダブルボイラーで、これ今アプリでですね、まあ、いわゆるバリスタチャンピオンシップとかで使われる温度93度に、設定をしてます。はい、じゃあこれで見ていきます。これもやっぱり、今86、7、今90いきましたね。83、75、はい、
サンレモのカフェレーサー、これはもうここにボイラーが入ってるんですけど、多分これでも温度は実際のここに温度計を当てると落ちます。ちょっとじゃあこれもやってみますね。今、ちなみにこれ設定温度はこう90度になってますね。90度です。はい、まあ今85とかまでいってますかね。まあ、ちょっと温度計の当て方でも若干変わるかもしれないですけど、はい、まあ、多分これもし本当仮に90度以上のお湯で抽出したいってなると、ここの温度設定100度とか100度超える温度設定にしないといけないと思うんですね。で、まあ、実際こうやって、こういうマシンの場合はそういう設定もできるんですが、まあ、プロのバリスタでもこの温度で使われる方ってほぼほぼいらっしゃらないと思います。まあ、なので、一般的にはエスプレッソの抽出イコール90度とか、まあ、そういう温度っていうのが、イメージとしてはあるんですけど、まあ、実際の、まあ、これあと、もちろん、繰り返しにはなりますが、温度計でどうやって測るかとかによっても変わりますが、実際のその実測値の数値っていうのは絶対変わってきますので、まあ、その点、まあ、ご了承いただいた上で味作りっていうのを、まあ、結局はこうどうやってあとは美味しい味を作っていくかっていうところなので、まあ、温度を考えるのも重要なんですが、まあ、大体プロのバリスタも、まあ、大体このから落ちてくる温度、まあ、80度ぐらいの、まあ、80度前後ぐらいですねのお湯で抽出をしているということなので、まあ、仮にこれがですね50度とか60度だとちょっと低すぎるかなって思うので、まあ、そういう場合はですね、一度購入されたところとかに問い合わせをしてみていただくといいんじゃないかと思います。カフェレーサーで 99.8 度もほぼ100度です。こうすると、どうなるか。あ、こうすると90度以上キープできますね。はい。まあ、ちなみにでもこの温度で抽出をしたことはないです、私も。はい。まあ、今度ちょっと時間があったらやってみます。これはこれで、この温度で抽出したエスプレッソどうなるのかっていうのも興味深いので。はい。あ、ということです。ちょっともう今日はすごく手短な動画なんですが、まあ、実際にエスプレッソの抽出温度の設定とかと落ちてくるところ、まあ、もちろん今日はこういった簡単な温度計で測ったんですけども、まあ、そこの数値は違うっていうところに関して、ま、お伝えする動画でした。まあ、なのでその中でいかにエスプレッソをうまく合わせていくかっていうところで考えていただけると、いいんじゃないかと思います。いや、この動画役に立ったよとか、面白かったよと思っていただければ、ぜひ、グッドボタン押していただけると、めちゃくちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。あと、チャンネル登録もですねぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。